これは新発売の変形ファイヤーステーションです。ここから緊急車両がね飛び出してくるんだね。これね、ここにスロープがぐるぐるぐるってあるから、こっからも滑り降りるし、あとここもここは登るところだね、うん、そして今回はリモコンがついてて、こっからもなんかできるんだね。ピピッとこうライトがついたり、電光掲示板がくるくる回ったり、すごいぞこれ、うん、いろいろすごい、うん、遊べそうです。そして緊急車両セットです。じゃあ出してみよう、せーの、ドン、出てきました。でこれが緊急車両セットの、普通のトミカと比べると文字が書いてあったりとか、普通のトミカの救急車は結構真っ白なんだけど、これはブロワーだ、煙とかをバーって外に出してくれたりするんだね。これはクレーンが伸びるやつじゃない。あ、ほらほらほら、はい、今日はこれも一緒に遊ぼうかな、うん、消防車両コレクション2。はい、これ前に紹介したやつね。これはあのタイヤが赤く塗ってあって、ガラスも青い特別な消防車たち。これがスペシャルトミカの消防指揮車です。なんかちょっと古い感じだね。トミカファイヤーチームのマークがありますよ。どうちっちゃいのこれ、どうちっちゃい、うん、これ、うん、じゃじゃんじゃじゃん、これで入れてて、そしてまだここにもセットします。え、そこ、うおー、すげー、この中に、ちょっと高めだと、あー、これギリギリだね、ギリギリかな、まあ、そして、はい、これで4台、もう4台収納できた。ガシャン、ガシャン、じゃあ屋上へレッツゴー。うわー、急な坂だな。待って、バック、うん、急な坂、うん、ピー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 、バラ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 、スイッチオン、反応したとか。こちら選手、ファイヤーチーム、応答せよ。ファイヤーチーム、このボタンを押してもいいんだよね。え、ファイヤーチームより応援要請、隊員は直ちに準備せよ。ファイヤーチーム、緊急出動、緊急出動要請、緊急出動要請、出動要請。そしてこれな、1秒長押しするとなんとこの消防車は変形します。え、何が起こるでしょうか。行き開始、ファイヤーステーション緊急出動体制へ行こう。うおー、なんかなった、すごい、動いた動いた動いた、おー、ひっくり返った。緊急出動、エマージェンシーって出てる、かっこいい、変形した、背が高くなった。はい、これまた長押しすると元に戻るから、やってみて。ファイヤーステーション第2形態へ移行します。オッケーオッケー、もういい、もういい、はい、ギリギリ、ファイヤーチーム、任務完了。はい、そして閉めます。じゃーん、救急車行くぞ。うん、あれできない、あ、これだとダメなのか、あれ、おー、痛い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 、見つかった、ドン、こいつならいけるかもしれない、行くぞ、よっしゃ、そしてですね、これを切り替えます。すると、なんと後ろに入って、はい、いけー、はい、いけー、指導者どうなるんだろう、
ぎゅぎゅ、トン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 。オッケー。六。二三四五六。うわ、六。六台待機してます。すごいじゃんこれ。猫の出入り口こんなになってる。いっぱい並べてみました。こっから入るかな。よし、やってみて。変形ゴー。おお、うわ、ここでも待機状態にできるのかな。うん、できた。ファイヤーステーション、待機形態へ移行します。お、すごい、できた。ファイヤーチーム、任務完了。任務完了。マシン、こっから行ったらどうなるんだろう。戻って上り坂大変だな。くるくるくる、目が回る。回ります。坂道行きます。キリン降ります。あ、降りれない。おー。